米カリフォルニア州サンノゼ本拠の大麻のマーケットプレイス企業カリバは1月24日7500万ドル約82億円の資金調達を実施したと発表した。出資は米ヤフーで CEO を務めたキャロル・バーツと NFL 界のレジェンドと呼ばれるジョー・モンタナらが名を連ねている。カリバは調達資金で試行目的の大麻製品の増産を進めていく。同社はベイプ吸引用の大麻カートリジや大麻入り清涼飲料水、鎮痛作用を持つ大麻オイルなどを販売している。2015年設立のカリバは大麻の栽培から製品化、小売り、宅配までを手掛ける企業で、サンノゼに店舗を構え、シリコンバレーの北のブリズベーンに流通センターを置いている。同社は400名以上を雇用し、宅配ドライバーや健康カウンセラー、栽培にあたるスタッフらを抱えている。 CEO のデニス・オマリーは広告業界での知識を生かし、同社のブランドの認知度を加速させてきた。私たちはこの分野で最も信頼できる企業としてカリバブランドを築いてきたと彼はフォーブスの取材に答えた。カリフォルニア州では2018年大麻販売に関する法規制が厳格化され、店頭に並ぶ大麻はすべて専門機関の品質検査に合格することが求められた。このため州の大麻関連の市場規模は 17% 縮小した。しかしその状況下でもカリバは昨年 350% の売上成長率を達成できたという。オマリーは今回調達した資金で新たに5店舗を開設し、製品ラインを拡大させる意向だ。今後はウェルネス系の製品にもラインアップを広げ、不眠を改善するプロダクトなどもリリースしていくと彼は話した。米ヤフーの CEO を2011年まで務めたキャロル・バーツは、大麻クリームが痛みを和らげる作用を持つことを実感した後、カリバへの拠点を見学に訪れた。そして同社のマネージメントやオペレーションのスタイルに感銘を受けて出資を決めたという。私は大麻産業そのものを魅力的な投資対象と考えたわけではない。カリバは今後巨大な成長が見込める業界をリードしていく企業だと彼女は述べた。バーツは今後カリバへの役員会に加わり、大麻に対する世間の誤った偏見を取り除きつつ、マーケティングを進めていくという。大麻販売店に立ち入ることには抵抗感があるが、プロダクトを試してみたいと願う人々も多い。ソーシャルメディアを活用したマーケティングなどを通じ、健康に役立つプロダクトの普及を促進させていきたいとパーツは話した。参考フォーブス。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。